本っていうよりも、まあ僕はそのこのモスの楽しさを一生懸命いろんな人に広めて、あの、まあ、もうずっと仲間を増やしてきて、その今日もそのレース前に20点ぐらいのモスがそのわーっと集まって一緒に走ってるっていう光景を見てるだけで本当に幸せな気分になって、やっとここまで来たなと思って、で来年はこれがワールドで世界中のトップセーラーが集まってくるっていうので、もう本当ワクワクしてますね。だからその全日本っていうよりも本当そのワールドのテストイベントとしてすごい大成功だったなと思います。実際ナクラ今一生懸命になってて、僕も若子もで体重も落としたし、モスには全然乗ってないし体重も落ちてるから、全然その戦闘力としては落ちるかなと思ってたんですけど、やっぱりずっとそのナクラに一生懸命乗ってきたことが、まあ、やっぱ逆にその自分のスキルをやっぱ上げてモスには結構生きてるなっていうのが感じられたので、まあやっぱりモスであろうとナクラであろうとその一生懸命練習してれば結果が出てくるんだなと、早くナクラで結果を出したいと思ってます。ワールドの準備もいろんな人に本当にお世話になって、もうあのおかげさまで少しずつ形にはなってきてますし、まあ、今回もその全日本はそのワールドのための運営の練習でもあるので、いろんなその関わる方が増えてきていただいているので、まあ、皆さんのそうやって力添えをもらいながら、まあ、なんとか世界に恥ずかしくないレースをやりたいし、きっとできると思ってます。そうですね、今回まあ、南風が吹いてうねりが、まあ、台風の影響もあったんですけど、まあ、浜名湖いつもうねりが立たないんで、まあ、すごいまあ調節が結構難しくて、まあ、最初ちょっともう地に難関もしたんですけど、まあすごいいい練習になりました。そうですね、まあ一応まあ2番ですかね、まあ、後藤さんにちょっとやっぱり全然追いつけなくって、まだ全然練習をもっとしなくちゃいけないなっていう思いました。もう今だとまだただ走れるだけっていう感じなんで、やっぱりしっかりと練習してもうちょっと競えれるように、後藤さんともしっかり競れるように頑張りたいと思います。今回はその台風の後というお話なんですけど、藻が多くて大変だったんですけど、あと風もまあ吹いたり吹かなかったりでトリッキーなコンディションだったんですけども、まあでもここはいいフェニューなので、その楽しかったですね。はい、久しぶりに葉山に来て、まあ、子供の頃過ごした思い出なんかもあるので楽しくセーリングできました。北はその陸を越えてくるのでパッチでそのトリッキーなコンディションで、南が入ってくると強く入ってくるとうねりが入ってきて、これまたトリッキーなコンディション、面白いレースになるんじゃないかと思います。はい、そのただフラットな海面でそのコンスタント風が吹くっていうよりも、いろいろなコンディションに適応できる選手が上に出てくるんじゃないかと思います。おー